文語高田市は、大分県北部に位置する市。文語高田市中心部周辺の空中写真。1975年1月21日撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。大分県北部の国崎半島の西部に位置し、瀬戸内海の端にあたるス尾ーに面する。 中心市街地は二級河川の桂川に沿って平野部に広がる高田地区に広がり、かつては海運と商業の町として繁栄した。その北側の田松地区には高田城跡にも利用された丘陵地があり、江戸時代以降居住区が開かれた。中津市から車で約30分、大分市から車で約1時間ほどの位置にあり、九部全国と文護国の境界にあり、 水崎は、部全国にあたり境界表がある。文後高田及び、宇佐市一帯をに豊かというエリアで表すことがある。大分県北部に位置することから、生活面、文化面等で、中津市、宇佐市との関係が深い。経済的に、中津市を中心とする小規模経済圏の中津都市圏に属する。国崎半島の中心にある、両湖山の火山活動により、 放射状に河川と谷が伸びる。半島の中心に近づくと、隠れ企業海岸室の差別侵食を受けた、不規則な産業が広がる。メサ状の矢山、イノシシ群山などもあるが、岩場が露出する、天然寺矢場や中山仙境などもある。海岸沿いまで絶徨に伸びた尾根は、波による侵食を受けて、海食洞穴を形成している。 東九州としては珍しく、海を西側に望む地形をしている。干潟の現れる入り江が多く、渡り鳥の通りちとなっているほか、夕日干渉の名所である、マタ海岸も有名である。市が誕生してからも、基本的には、以前からの大技を用いている。ただし、平成に入った頃、推定。詳細は、不明に二丁が新設されている。車体は、 平成の大合併で大技名が変更された地区である。以下は、平成の大合併で、大技高田の一部に、町名設置が行われた地域である。また、平成の大合併では、多支部地区では、地名の頭に、多支部を関するようになり、一部の大技が変更された。2015年、住宅団地造成により、以下の町が発足した。 大技がそのまま、文後高田市に引き継がれた。ただし、大技のない区域に中間玉という大技が設置された。大技がそのまま、文後高田市に引き継がれた。国崎半島の西側に位置し、昭和時代までは、海運の要衝として商業が発達していた。当時の町並み、遺産、昭和の町を活用した、商店街活性化政策が著名。また、 移住者に対する細やかな施策から移住の街として知られ、新宝島社の住みたい田舎ベストランキングの上位常連である。無所属には日本共産党所属の市議1名を含む、衆議院小選挙区選挙ではだいぶ3区に属する。直近の第48回衆議院議員総選挙での選出議員は以下の通り、大分県議会議員選挙では、 本市で一つの選挙区を成す。定数は一人。直近の大分県議会議員選挙での選出議員は以下の通り。高等学校小中一貫校中学校、小学校社会教育施設もよりの空港は大分県国崎市にある大分空港。市内に鉄道路線はない。かつてはだいぶ交通差さ三偶線が通っていた。 JTB 時刻表には、文語高田バス停が、中心駅として記載されている。一般国道県道、牧陽道文語高田市には、国先半島一帯に展開した、六号万山寺院が多く伝わっている。学問の寺院、本山と修行の寺院、中山に属する寺院が多い。文語高田市は、福岡県のテレビ7局が受信可能なため、市内では、 北九州中継局にアンテナを向けた絵を見かけることが非常に多い。また、山口放府局の電波も届いており、視聴可能であり、さらに天候などの条件次第では、愛媛、広島のテレビ放送が受信できることもある。FM 放送でも、近県の福岡県、山口県、愛媛県の3県の放送が受信可能で、AM 放送では、 大阪のラジオ局まで受信でき、夜間は韓国等の近隣諸国や東日本の坪根まで受信可能なため、地元局にも懇親することもある。このため、大分の3局しかない民放局では、ネットされていない番組の中継やロケが行われることがある。2006年7月31日には、テレビ西日本で視聴可能なフジテレビ系。 めざましテレビの目覚まし体操キャラバンが同志を訪れた。また、2004年には DVQ 九州放送で視聴可能な海運。何でも鑑定団の出張鑑定が訪れたこともある。ありがとうございます。